皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成ござ滝沢でございます。そして滝沢道場へようこそ。ゴールデンウィーク特別企画、短期集中型エレキギター基礎特訓道場ということで、2日目のビデオでございます。1日目のビデオに関しては右手のこの連打練習をたくさんしたんですけれども、どうでしょうか、今も続けてくださってるでしょうか。エレキギターを持っていただいて1弦連打をしながら、このビデオをぜひ見進めてくださいませ。2日目のこのビデオでは、皆様の今のこの1弦連打のレベルを数値で測っていきます。数値でこの速度っていうのはさ、なかなかこう時間が分かんないもんで、そのずっと続けててもさ、そのね、速くなってるかどうか分かんないもんなんですよ。なんか俺上手くなってるのかなとかって、俺これ続けてても意味ないんじゃないかなって、1日目にしてちょっとそんな感じで思った人結構いらっしゃると思うんですけども、大丈夫でしょうか。地味すぎてこれ本当に大丈夫かなってなんか思った人結構いるんじゃないかなと思うんですけども、でそのね、あの数値化すればね、そんな気持ちもね急に終わるわけなんですよ。なんでかっていうと、例えば今日あなたは70でしたってなると、じゃあ明日はなんか72を目指そうとかね、明日は74を目指そうつって、でそのまま10日経った後にさ、ね、90とかやってたらさ、ね、おおすげえ20も上がったみたいな感じでモチベーションの企画になるじゃないですか。しっかりと数値で自分が上手くなっていること、上達していること、何かしらの結果が出ていることを目で確認したりとか実感することって超大事なんで、その実感を沸かせるために今日は皆さんの一弦連打の速度を数値で測定していこうかなと思います。でその数値で測定するために必要なものは、皆さんお察しかと思うんですけども、メトロノームでございます。メトロノーム、こちらのメトロノームを使って、皆さんのピッキング速度、一弦連打速度を測定していきます。できればこういう実機のメトロノームがあった方がいいんですけれども、Android とか iPhone とかでね、あのいくらでも無料でありますし、あの有料のアプリとかでも全然構いません。僕はこのヤマハのあのメトロノームアプリを使っているんですけれども、別にこれじゃなくても全然 OK です。で、あのアプリもよくわかんないし、なんか iPhone とか Android とかもよくわかんないよっていう人もいらっしゃるかと思うんですが、パソコンとかからですね、Google 開いていただいて、メトロノームって検索すると、Google のメトロノームが、使えます。これでもいいです。そんな感じでも何かしらの、メトロノームを用意してみてくださいませ。で、これに合わせて、一弦連打練習をして、速度を測定していきます。ちょっくらここからね、結構初心者向けの、初心者の方向けのお話になります。ある程度ギターが弾ける人とか、メトロノーム練習したことがある方にとっては、今からね、そんなの知ってるよって話が続くんですが、まあ一弦連打練習をしながらですね、ちょっとまあのほほんと、お付き合いいただきますと幸いでございます。俺も、その時。あったなみたいな感じで見ていただいてもいいですし、まあ皆さんがね、誰かその友達に教える時とかにね、あ、こういう言い方すればいいのかみたいな感じで参考にしていただけますと幸いです。とりあえずちょっと60からスタートしてみたいんですけれども、ちょっとメトロノーム用意して60で鳴らしてみてください。そうするとこんな速度でやってるかと思います。この数字何なのよって話になると、ビートパーミニット、BPM、 1分間の中に何回拍があるかっていう言い方なんですけれども、その名前の通り1分間の間にこのピが60回鳴る速度っていう考え方なんです。なんで1分間に60回ピが鳴る速度っていうと、ちょうど1秒なわけですよ。でこれを120とかにすればその2倍なんで、まあ、ちょうど1分間の中に120回、つまり1秒間で2回ピが鳴る計算というような速度になっております。でこれをまず僕としては80ぐらいからスタートしてみていただきたいんです。80、まずこの80の速度に合わせて一弦連打をしていきましょう。うまくいくとこんな感じになるはず。 Let's try 3、4、まあ簡単そうにやってるけども、メトロノーム慣れしないと超むずいんですよ、これが。マジでマジ超むずいんですよ、簡単そうにやってるけど。いきます。80に合わせて一弦連打練習をすると、うまく合わないぜ、あれ俺全然できないんだけどと、僕と一緒にやればね多分できると思うんですよ。でちょっとチャレンジしたい方は一回ビデオに一時停止して、皆さんでそのメトロノームを用意していただいて80で鳴らして、ちょっと自分自身でチャレンジしてみてください。一時停止ドンバーン、一時停止でレッツトライ、もしうまくいかなかった方はちょっと、口で言う練習をしてみましょう。
うまくできる方は一元連打練習しながら、聞いてください。まずこの80の速度に合わせて、ギターの前に言葉でメトロノームと合わせる練習をしてみましょう。4文字、このピの間に4つずつ音を入れていきたいので、ときめきとします。ときめき、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 こんな感じ。このピの時に、とが、と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 きめき、と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 きめきという感じで続いていくわけです。このね、口とメトロノームを合わせるという練習、なんか一見するとなんかバカっぽいんですけども、あのね、超大事。ギターに限らず、ドラム、ベース、ピアノ、もう何でもそうです。もうサックスフォンでもそうですし、どの楽器でもそうなんですけれども、メトロノームと合わせて、口で、このイメージを歌えない楽器、こんな感じっていう歌えないフレーズは、絶対楽器じゃ弾けないんですよ。なんで今もそのね、ときめき、ときめきとこの80で、その口とメトロノームで合わせられなかったら、エレキギターじゃ絶対に合わせられないです。エレキギターで合わせることが難しければ、まず言葉で、ときめき、ときめき、ときめきと、言葉で合わせる練習をしてみましょう。なんとなく分かったら、ちょっと一時停止をして、トライしてみてください。してみてくださいませ。一時停止、よーい、スタート!で、うまくできましたでしょうか。で、メトロノームと合わせるという練習もすごく大事なんで、もし80がうまくできなかったんだけども、今うまくできたという方いらっしゃいましたら、この速度をどんどん変えていってみてください。10ずつぐらい変えていくと良いかと思います。90。これでまして。ときめき、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 ときめきと。で、バーッと上げて、例えば130とか。ときめき、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 ときめき。で、早く、早いのも練習したら、じゃあちょっとぐーっと遅くして、70とか、と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 きめき、と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 きめき、こんな感じです。だいたいね、下は60。上に関しては、まあ160とかかな、170いけるかな、170。ときめき、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 ちょっと早口言葉っぽいんですけども。まあ、下はね、まあ、60とかぐらいから、まあ、上は170はちょっと早いんじゃないかと思うんですけどね、160ぐらい。この間で、その60から160の間で、このバーっと自分でその好きなメトロノームを設定して、このときめき、ときめき、ときめきっていう練習をひたすら続けると、メトロノーム慣れを、する、メトロノーム慣れが、得られます。メトロノーム慣れることができます。メトロノームと仲良しになります。メトロノームになれてないという方は、その練習も一緒にしてみてください。で、それらができるようになってきたら、いよいよギターと一緒に弾くわけです。あんまりゆっくりすぎると難しいので、100ぐらいにしましょうか。と、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 ちょっこら、Bluetooth ですよ。と、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 で、これに合わせて一弦で出していきます。ます。ときめき、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 ときめき。で、こんな感じで、例えば100できたってなったらば、5ずつ上げていきましょう。5ずつです。5ずつ。100厳しいと思ったら5ずつ下げていきましょう。そんな感じで今皆さんができる速度を割り出す。その数値を把握する。皆さん自身のそのスキル、皆さん自身の、己自身を知るということです。己自身を知る。ちょっとかっこよく言いましたけども。己を知ることでございます。上達の一歩は、己を知るところから。とか言うとふざけて聞こえますけど、これマジなんですよ。マジなんですよ。自分がどれだけできないか、どれだけできるかじゃなくて、どれだけできないかを知ることがまず大事です。で、ここでそのね、今日数値化して、例えばそれが70とか80とかだったならば、ね、今後はそれからね、どんどん上げていけばいいだけですからね、もうすげえ簡単な話じゃないですか。超シンプルな話じゃないですか。そんな感じで、そのね、レベルアップを知るために、レベルアップできてることを実感するために、今日、メトロノームと一緒に仲良くなって、その皆さんの今の実力を数値化してほしいんです。これも、なんだろうな、その、めちゃめちゃ数字が低いと、なんか俺こんなんしかできないのかって凹むかもわかんないんですけども、それがいいんですよ。それがいいんです。もう逆にそのね、最初やってさ、いきなり数値が高かったらさ、ね、その次なんか伸びしろね、超大変じゃないですか。でもすごいめちゃめちゃ数値が低ければ低いこと、伸びしろがすげえ大きいことなんで、喜ばしいことなんですよ。ね、うわ、俺すげえ超、これからもうすげえスピードで上手くなっちゃうかもしんねえ。うわ、バクテカズぜみたいな感じの、毎日やっていただけますと幸いでございます。
そんな感じで今日の2日目の練習は、1日目に練習したこの右手の一元連打練習、この速度を数値化するという練習でございました。メトロノームがあればね、誰でも簡単にすぐできるような練習なので、よかったら、その数値を、測って、メモとか出しておいてくださいませ。で、ひたすらこれをまた続けて速くしていくと、まあそうですね、1日2、3、4、5上げられたら上等です。2、3、4、5調子がいいとね、いきなりこうバーンと10上がるかもしれないんですけども、まあ大体ね、その2、3、4、5の範疇だと思います。ある時はその100できました、その次は102で104いけたけども、なんか次の日なんか104全然できなくて、なんか101しかできなかったとか、なんかこんな感じちょっと下がってはなんか2歩下がって、3歩下がって2歩下がって、3歩下がって2歩下がってって感じで、まあ緩やかにこう、ね、右肩上がりって感じなんで、もうね、毎日こればっかで腹立ってきたら抜きってなるかもしれないんですけれども、ちょっとこの10日間をですね、ストイックに、自分と向き合って練習をしていただけますと幸いでございます。そうすると10日後に、とってもワンダフルな結果が待っておりますので、ぜひとも一緒に練習していただけると嬉しいなと思います。2日目にしてなかなか地味な感じかと思います。そうですね、10分過ぎました。そろそろじゃあちょっとまたこう余計な話をしようかな。ちょっとまた5分ぐらい私が雑談しますので、一元連打練習をしながら、聞いてみてくださいませ。ながら練習するときは、あと BPM、あのメトロノームどうするのって思うかもしれないんですけども、なんかこう映画見ながらとか、なんかアニメ見ながらとか、なんか一元連打練習するけども、そのときってその、ね、メトロノーム鳴らした方がいいんですかな、いいんですかって思う方がいらっしゃると思うんですが、どっちでもいいです。僕が今からその雑談しますけども、メトロノームと合わせたければ合わせてもいいですし、なんかメトロノームと合わせてるとその雑談の方に集中できないという方は、あのメトロノーム止めても全然構いません。集中をするときだけメトロに合わせるって感じでも全然大丈夫です。任せます。どっちでもいいです。本当に。気楽に行きましょう。ノリで。ノリでやって。ちょっから、このメトロノームに合わせるときのそのマインドというかその気持ちの話なんですけれども、あのね、リズムというかそのなんかね、こんな感じっていうイメージを大事にしていただきたいんですよ。こんな感じでイメージ。大縄跳びをちょっと思い出してください。大縄跳び。小学校とか中学校の時とかやったじゃないですか。なんか両端にさ、そのね、まあ、学生さんが持って、このでっかい縄をさ、バーって回してさ、で、そのバーって、なんかこうやってるところを、なんかこう、今か今かと、そのタイミングを測って、こう、ね、ぴょん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 飛んで、足に引っかかって、なんか、おい、お前引っかかってたろみたいな感じで、なんか責任をなすりつけ合いをする、過酷なスポーツ。連帯責任とは何かっていうのをそのなんか学ぶ良いきっかけというか、その社会勉強をする上でのなんか最初のきっかけかなと思うんですけども、まあ、その連帯責任っていうと、なんかこのもう本当なんかこの日本のなんていうんですかね、この風物詩っていうんですかね、その日本のこの社会をこのよく表す村社会っていうんですかね、その海外に行くとそのね、個が基本だからさ、その連帯責任って何よって話になるわけですから、そのね、大縄跳びなんかね、そのね、そのチームでこの競ってるわけじゃないですか、なんかよくあるじゃないですか、大会さ、その何百回跳びましたとかさ、300回跳びましたとかさ、で、その中でそのね、一人のやつがその足をもつれて、その、ね、連帯責任で、その、まあ、チームがその失格みたいな感じになるんですけれども、まあ、でもその人をそのみんな責めないわけですよ。連帯責任だからって、お前の失敗は俺の失敗みたいな感じで、その綺麗なジャイアンみたいな感じの、なんかジャイアニズムがあってさ、なんかそんな感じだったりとかするんですけども、なんかそういう村社会の、大縄跳びという競技が、ありましたね。ちょっと待って、何の話をしようとしたかだんだん忘れてくる。ちょっと待って、大縄跳び、ちょっとやり直し、大縄跳びをイメージしてください。で、大縄跳びにその参加するときって、そのなんかこう縄の動きとかをその見ながら、そのリズムをつかんで、今か、今か、今か、今だーみたいな感じでこう突進していくわけじゃないですか。で、これ、あのね、その縄を見ながら、こんな感じじゃねえかなっていうイメージを膨らませて、その体にこうね、あの縄のなんかリズムを合わせるっていうのかな、その縄にその、ね、一体化するみたいな、そんな感じのイメージがあると思うんですよ。まあ、一体化するというのはちょっと大げさかもわかんないんですけれども、これを極端に悪くやると、手順で考えてないじゃないですか。例えば、縄が
この位置に来て何度っていう角度になったら右足から踏み込む。で、右足を踏み込んで何センチのところに左足を踏み込んで3歩でこの位置まで行って右足を踏み切りにしてここで飛ぶとかっていう感じ、手順で全く考えてないじゃないですか。そんなことしたらなんか一歩目でつまずいちゃいそうな気がしません？角度を測る、角度いつよみたいな感じで、で、その右足から、あ、左足だっけ、右足だっけ、で、この幅の何センチ、うんたらかんたらみたいな感じで手順で考えちゃうと速攻つまずくわけなんです。なのでさっきも言った通り、その縄にこのね飛び込むためにはその縄のリズムとか、この一体感みたいなのを大事にして、そこにこの体のリズムを合わせてこんなんじゃねえかなみたいな感じでその飛んでいくことが大事になっていくんですけれども、メトロノームに関してもね全く同じことが言えます。メトロノームがこの感覚に乗ってます。で、このタイミングでダウンピッキングをして、で、そのダウンピッキングをしたら、このタイミングでアップピッキングをして、ダウンをして、アップをして、で、この時にはこういうタイミングで、こういうタイミングでって感じで、手順で考えちゃうと、すっげえ力入るんですよ。すでに実感ある方いらっしゃるかもしれないですけども、俺のことやってなった方いらっしゃるかもしれないですけども、手順で考えちゃうと、すっげえ体がこわばって、すっげえ、この体が、力入っちゃうんです。でもそうじゃなくて、もっとふわっと、こんな感じ、このタイミング、こんな感じ、おっそ。あ、ケイさん、60でした。100。こんな感じ、このリズム、このリズムに合わせて、このビョン、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 ビョンみたいな感じで、あー、トゲメキ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 って感じで、イメージをしていただきたいんです。このノリ、この、感覚。四角じゃないんですよ。ときめき、ときめき、ときめきじゃないんですよ。ときめき、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 ときめきでよくて、ときめき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 。こんな感じのそのリズム感、この縄感、リズム感、なんだろうな、その、このノリ感、こんな感じ感、こういったものを意識して練習していただくと、もっと素直にメトロノームと仲良くなれるかと思いますので、ちょっからは漠然とした抽象的な話でしたけれども、そんなイメージを大事にしていただきますと、嬉しいなという感じでございます。それでは2日目のビデオは以上でございます。一元連打練習の速度を測って皆様自身が今どのくらいのレベルにいるのかを、測定してほしいという、あれでございました。そんな感じでございます。また3日目も頑張りましょう。そして、おなじみ、最後に私、滝沢勝也、ツイッターなどやっております。TIKAJWA、滝沢という名前で、やっておりますので、もしよければ、ツイッターの方をフォローしてみてくださいませ。そして、この2日目のね、滝沢道場に関しても、何か ご意見とか感想とかありましたら、ハッシュタグ、滝沢道場、もしくは僕個人に、リプライなどを送ってみてくださいませ。またね、この練習をしている風景の動画とか送っていただいたら、ちょっと隙間時間に、全員とはいかないと思うんですけれども、隙間時間にその、ね、アドバイスとかコメントとかをですね、リプライさせていただこうかなと思いますので、もしよければ、そんな感じでツイッターの方でも絡んでいただけますと幸いでございます。そんな感じ。ではでは、2日目のビデオはまたなかなか地味な感じになってくるんですけれども、3日目のビデオは左手に、話がフォーカスされます。これはちょっと、なかなかはばかれるほどに地味なんですけれども、頑張って練習をしていきましょう。はい、そんな感じでございます。それではまた明日の夜6時にお会いいたしましょう。滝沢道場で待っております。さよなら。またこのビデオも見終わったら、ちゃんとしっかり練習してくれよ。じゃあね、バハハイ。